はい、おはようございます。村田吉です。さあ、というわけで本日はね、天気悪いですね。はい、というわけでね、K バンの出番が来たということで、こんな感じで。ちょっと整頓してないから、なんかめっちゃ狭苦しいとこでやってます。いや、でもまあ、これ K バンのいいとこですよね。はい、こんな感じでね、小屋みたいになってますね。はい、これ最高ですよ。はい、昨日はね、湘南久々にお邪魔しましてね、ぜひ皆さん、まだ見てない方、見てほしいんですけど、カイサ君のね、サーフショップも初めて行きましたね。カイサ君のサーフショップの名前何でしたっけ？ビーガンハウス。まあ、カイサ君いなかったんですけど、まあ、ぜひ皆さんね、気になる方 YouTube 見てください。でね、今からサーフセッションやっていくんですけども、今年ね、今季まだ1回ブーツ履いてなくて、ちょっと今日ぐらい久々に、久々じゃねえわ、まあ、今日ぐらいさすがに履こうかなと思います。なんかかじかむとやっぱ、ね、集中できるんですけど、まあ調子いいね、ブーツも新しいやつ新品あるんで、まあストレスなくねいけると思うんで、履いていこうかな。波上がりましたね。上がってきた。まあ上がったって言ってもね、腹胸ぐらいかな。まあまだまだね、小波なんですけども、まあ今日も朝からやっていこうかなと思います。冬に向けて、冬の旅に向けてね、グラディエーターをね、スタッドレスに変えようかなということでね、ちょっと今日やっていこうかなと思います。だけど急に売ってもね、あの修理屋さんがやってくれるかっていう話でね、今日ちょっと探したいと思いますね。昨日ね、あの湘南でこうトロトロダウンウェーブのね、ビッグスリーターンの決め方勉強したい方はぜひね、 YouTube 見てほしいなと。かなり上から行ったから突っ込んでくれんと、俺ただの嘘つきのおっさんになるからさ。あとね、サーフィン後に疲れてね、これ来ました、CBD オイル。これパイナップルですか？こうそう、なんかね、柑橘系でうまくなった。へえ、いいね。で、これこうやって吸って、ここのベルの下に、どういう効果があるか教えてくださいよ。これさ、柑橘系でうまくなった。これ効果はこうだるさをなくしたり、もうとにかく疲れを取る、はい、あと元気になる。で、どう、便秘気味の方も、俺結構これで週1日1回ちゃんとトイレ行けるようになったし、俺一番の毎日ある理由は夜中のおしっこぐっすり寝れるんですよ。夜中に俺5回ぐらいトイレ行きたくなるから、ビール飲むから、それが防止できるっていうことで素晴らしいです。これあの結構高いもんだからさ、嵐56って、ローマ字で嵐で56、それでやると安く買えますので、ね、10% オフで買えるんで、概要欄からチェックお願いします。まあでも寒いけど、ちょっと撮影いつも通り頑張っていきたいと思うのでやりましょう。行きました。今年初ブーツ、今年っていうか今季初ブーツですね。去年のに今年の2月とか履いてますから、もう珍しいんですよ、なかなか履かないから。もうよっぽど今日は寒いんでしょうね。もう雨ってね、余計に寒く感じるんですよね。あ、今ラインナップ、これは松野安里選手かな、南だと思って、ロキシーのステッカーで南なのかなと思ったら松野安里選手ですね。今年ね、もう試合しっかり活躍してファイナルにも行って、福島大会で優勝して100万円ゲットですからね、素晴らしいです。ちょっとパドルちょこちょこして、ここで入る、スピードつけて、あーっとこれメイクしたらすごかったな、高さ出ましたね。結構攻めたエアだったんじゃないでしょうか。とパドルして、バックカーブヒット、スリーター、あーこれ今良かったんじゃないですか。今のはバリエーションありましたね、今の良かったと思います。おちょこちょ合わせて、これいけるのか、スピードつける、カーブして張ってくるか、スピードつけて、セクションあればスピードついてるので、あ、最後レイ、あー前に出れない、おっとこいで、おっとそこから当たった、スピードつけて、あっとヒット、おっといってカーブ、おっと最後スピードつけて、あ、後ろ来れない、でスピードつける、おっとフローター前に出る、はい、
というわけでね、先ほど練習を終えまして、ちょっと寒すぎたんでね、喋る暇なく帰りまして着替えました。はい、でね、今回今先ほどもね、海入る前に言ってんけど、もう冬仕様にタイヤを変えて、去年ね、グラデーターのスタッドレスをね買って準備したんですけど、結局ね、キャンプのために買ったんやけど1回しか使わなくて、せっかくね、僕10万ぐらい払いましたね。いや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 、僕に払わされて、しかもそれで日本から行くとか言って1回も行ってもで、僕はただキャンプ行かないために僕が払った、詐欺にあったようなもんだよね。そうですね、キャンプ今年はもっと引きたいと。いやでもさすがにね、1回で終わるわけにはいかんから、今年もね、せっかくなんで買えようということで、いろいろ考えましたよ。そう、どんな車で行こうかとか思いましたけど、やっぱね、グラデーターでこう雪とかね、かっこいいし面白いんで、はい、買えます、スタッドレスに。でね、ここ東海タイヤ商会さんっていうね、いすみですね、いすみ大原ですね、いすみ大原、僕の家からまあ15分ぐらいかな、はい、とこにあるとこね、電話して見つけてやってもらいます。グラデーターってタイヤでかいからさ、ちょっとめんどくさいとこあると思うんです、はい、ちょっと映してくださいよ、これね、こんな感じで。もうでも親切にね、こんな年末なのに今日やってくれるっていうことで、はい、スタッドレス買える方はここぜひね、問い合わせたらいいんじゃないでしょうかね。まあでもね、ちょっとタイヤがね、変わってしまうのはちょっと残念ですけど、はい、まあ冬にね、いろんなの行きたいから、しゃあない、ちょっと最後撮っていただきたいよ。はい、こんな感じで、かっこいいからね、こんな感じで、このタイヤはスタッドレスに変わります。ちょっとこれ辛いけどね。それ TikTok で、はい、タイヤ何インチでどこのブランドか教えてほしいって来てたんですけど、これ見て、これさ、ジオランダー18インチの295ですね。はい、18インチの295の、はい、でタイヤがジオランダー、ジオランダーですね、はい、でちょっと見せよう、ここちゃんと、これこういう感じで東海タイヤ商会さんですね、はい、これすごくね、いい人だったので僕おすすめです。はい、これからの時期ね、スタッドレス買える方多いと思うんで、ぜひ入ってください。でね、ちょっと頑張って待ってる間、ランチでも行きましょう。ランチでも行きましょう。はい、というわけで午後のセッションやっていきたいと思います。波上がったんちゃう？いや、いい感じになったんじゃない？はい、朝よりね、まとまって良さそうに見えるんですけども、さあどうでしょうか。はい、ここのねポイントは、なんか最近こっち系がね、左側がこう良くなってきてて、よくなんか浅いんですよね。だから右が深いから、人は少なくても右行くとこう乗るのに苦戦するんですけど、何言ってるか分からなくなりました。いい感じの波ですっていうことですよね。はい、今日はスタッドレスにも変えたし、もうこれでスノーチャレンジいつでも行ける準備、はい、あと日本海で波が上がるとね、日本海チャレンジしながらスノーも行きたいということで、いろいろ今計画中で、タイヤも準備だけは今日サブチャンネルでやるけど、スノーグッズも全部揃いましたね。はいはい、今日せっかくね、波も腹胸肩あるので、この間ジョーと一緒に動画撮った時に、ジョーに教えてもらったパドル法、抵抗法がありまして、それをちょっと参考にして試してみたいと思います。で、どういうところ試してみたとか、どういうところ意識したとかはちょっと上がってから話したいんやけど、はい、ジョーのね、パドルスタイル参考にしたい方、ぜひ皆さん前回のね、ジョーの編見てください。それ僕今日真似して変わるのか、意外とやりにくいのか、これはジョーにしかできんものなのかを見たいと思います。ジョーのパドル編、昨日のね、湘南編で僕が実践してね、高さと深さ、高さと深さを利用するパドル、ちょこちょこ行って合わせる、それはもう完璧に僕は実証したんですけどね、まあそれ何だったら僕が教えましょう。そういう感じで行ってみたらどうですか。あ、いいんじゃないですか。まあ、ジョーが言うにはね、やっぱデカ波もコナミもパドルは変わらんと言ってましたし、はい、本当そうなんですよね、素晴らしいなと思いました。まあ、かなり参考になったんで、どういうとこ参考にしたとか、どういうとこ意識したっていうのをやっています。だからパドルとかはテイクオフするとこちょっと解説付きでお願いします。はい、ちょっと見てください、寒い時のね、これね、フォーマーのカバーオールなんだけど、裏地があるカバーオールだからめっちゃ暖かくて、これデニムの上下にね。どうしたんですか、この手袋、寒すぎて血止まったんですか。何、肌の色じゃないから、革だからね。これバイク用にショットでね、これスマホも触れるから、だからカメラでも調子いい革で、買ったから使いたいだけですよね。そういうことですね。だから革っていうことで、使えば使うほど味が出るっていうことで、今日は寝るときもこれはめとった方がいいのかなと思いました。でこれもあったかいしね、いい感じですよ。ホーバー、いい、こんな感じで撮影行っていきたいと思いますね。はい、行きましょう。よし、スタートだけで着替えたんでね、行くんですけども、朝と一緒でブーツ履きましたよ。朝水冷たい。いや今日めっちゃあったかい。あったかい、びっくりした。でもブーツちょっと慣れやな、さあかんやん。まあそうだ、これからブーツの時期やし。なんか朝久々にブーツ履いたんですけど、
やっぱなんかね、靴下履いてますみたいな感覚でちょっとまだ慣れないですけどやります。でもマジで水入らんな。本当にそうなんだよ。ビビですね。本当にそう、はい、視聴者朝いたね、視聴者さんもね、ネットでこのプライムっていうブーツ買ってましたよ。これえ、ネットで買えるんだね。はい、もうそれ絶対一番いいからね。はい、ザ靴下でも宣伝とか何でもないから言うと、靴下、本当に靴下の感覚なんですよ。で、中でこう、たまにね、こう踏み込んだり、ちょっとした時に足の中で、ブーツの中で足が動く、親指動いたりするんですよ。それはあるね。そう、それが嫌いな人とかは、こう、足がね、こう親指とかがなんか旅ブーツみたいになってるやつの方がおすすめする。超靴下っぽいんで。だけど、プロサーファーがこんな靴買っとるってことはね、そういうことやと思う。ね、もう結構みんなそれだからね。はい、というわけでね、ちょっとジョーのパドル参考にして行ってきます。行きましょう。波はね、こんな感じで胸ぐらいはあるんですけど、じゃ、よれてはいますけど、まあ朝よりは波いいかな。セットは来ますよ。こんな感じでね、よれた感じなんですけど、プロサーファーとか選手もたくさん練習してますね。ワーブヘッドキャップしてる人も多いです。もう寒いですからね。もうとにかく陸のが寒いですね。やっぱ重ねてきないとね、もう革ジャンだけ、Gジャンだけではちょっと無理ですね。あ、行きましたかね。ジョーパドルはね、波が来る位置にちょこちょこして場所を合わせて動きながらね、完璧ないいとこから立って、もうパドルの時点でスピードをね、ちょこちょこちょこっとギアみたいにね、軽いギアでバーッといって、で最後一気に漕いでっていう感じでね、細かく大きくいきなり漕いちゃうと板が揺れたり無駄になるので、やっぱり細かくストローク多くするって言ってましたね。それをねやってみようと、いろんなの試して自分が何が一番いいのか。パドルが結局は勝負で、パドルが強くないと波乗れない。波乗れなかったらどんだけパフォーマンスできてもできないから、まず乗ること波取りが感じですね。波取りイコールパドルですからね。で、一番ピークに持ってって乗る。肩から行っちゃうどっから絶対やられるので、一番いいとこから乗る。その位置にうねりを見てね動く、それがパドルのね、まあ基本でしょうね。わかんとってもなかなかできないんですけど、僕はこう動かしながらね、ちょこちょこ漕いで位置を合わせて乗っていく。パドルでちょこ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 と合わす。この位置に合わせたピークから、もう今抜群な場所から立ちましたよね。でスピードつけてフローターから、スピードつけてもう一発フローターして、セクションあるのか、これで来いと、ここでわあ、なかなかセクションはなかったけどね、いい位置のねテイクオフはね見れましたよね。パドルして合わせてますよ。これで向き変えて、おっと惚れてきて、ここから立つ、前が速いぞ、ワンターンファーストから、ああ今のメイクしとったらよかったけど、もったいないですね。できそうだったですけどね、もったいないな。タイミングも良かったですよね。パドルの合わせ方もジャカジャカジャカっといい位置に合わせて一気に立つ。言っとった通りね、ジョーの高さとね深さを利用するって言ってましたよね。後ろのうねり合わしてるかな、ちょっとこれ今見えない、ここにいるんですよね。あ、こいでますこいでます。ここでいい位置で立った。でまたエア行って、あーなんかここ回転が若干弱いのでね、元へ戻れないですね。パドルしてここいいとこで斜めに、早いのにね斜めに立ちました。フローターから抜けて前に、あーっと抜けれそうで抜けれないか、抜けれない。あ、行きます。あ、ここで、あーカーブか、エアするのかなと思ったらカーブに切り替えて、セクションなかったのかな。とこっから行くかな。お、最後と前に出れないか。最後ね、両手を一緒に漕ぐね、ロールスロイスみたいな形をする。中田中田っていうあの歌、なんか後ろに手やってウィーンってやる、なんかロールスロイススタイル、ロールスロイスゴーストスタイルですね。両手で漕ぐやり方、ちょこちょこちょこっていって最後両手でバーンと漕いで前行く。あれね、ロングボードとかミッドレングスでやる人多いですよね。一気に両手で漕ぐバタフライ作戦ですね。パドルパドルパドル細かく入れて、こっから立つ、トップから立って落ちて
スピードつける。あーっとクルーリンパー行きました。カーブしてショルダーがないぞ。ワイゴエアが決めましたね。パドル漕いで合わせて、今ちょっと向きをねこっちのあのピークの方に向けましたよね。おっと合わすぞパドルで。次はレフトワンダー。おっとヒットポイントあったのにタイミング合わなかったな。ここでパドル合わせてレフト、あっとヒットポイント、あーないかショルダーが。パドルで合わせてます。ここでちょこちょこっと来て最後立つ。スピードつける。セクションあった。おっとメイク、今のは良かったんじゃないですか。綺麗に回りましたね。今の良かったと思います。パドルして、はい、行きましたよ。カーブしてもう一発入れて張ってくるのか。ここでセクション、あーっとタイミング合ってないな今のは。行きました。あ、上がってきますね。お疲れ様です。はい、お疲れ様。というわけでね、本日はちょっといろんなパドリングやったりテイクオフ意識してやってみましたけど、やっぱりねその自分のパドルスタイルっていうのもあるに決まっとるんやけど、やっぱりこう他のねサーファーやったり上手いサーファーやったりのパドルを真似すると新たにね発見ができると思うんですよ。その丸々パクらなくても自分のパドルにこうプラスアルファでこう身につける方法とかもありますし、だから今日はねあのジョープロのパドルをちょっと参考にしてやってみましたけど、まあ、自分なりにやってみたんで動画ではねこううわパドル変わっとるなとは思わんかもしれないけど、自分なりには、はい、変えてみましたね。でどこを変えてみたっていうかというと、まあ、ジョーのねパドルっていうのはこう本当ね本当例えると自転車みたいなもんで、最初のギア1でこうちょこ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 パドリング、もう大きくストロークデカめのパドルがギア6やとすると、ほんとギア1みたいな感じでねこうちょこちょこパドルしていきなりギア6にしてうわーんってこうやって思いっきり漕ぐと、それこそねこう体がね揺れてしまうんですよ。音みたいに、音の場合はねギア5ぐらいでいきなり、いやもう最初のパドリング入りから最後まで5で行くんで、こうパドルがねこうパワーボードがガーって揺れたり、こう必死こきすぎてこう揺れるポイントが多いんですけど、このジョーとかはねこう波が来て、なんていうの、例えばちょっと5メートル先に波があります。でその波をつかみに行くまではギア1で漕いでるんですよ。1でちょこちょこ漕い でそこにポジショニングを合わせて冷静に漕いで、そこからセッティングしてからギアをどんどん上げていってる感じ。かなりねこの例えまあ、分かりにくいかなとは思うけど、まあ、そんな感じかな。今日も自分はねそれを少しでも参考にさせてもらって、ちょこちょこ漕いでこのなんていうの、サーフボードとかバランスを崩さずにセッティングして、そこから自分のパドルフルパドルでテイクオフするっていう方法もやってみたし、あとはねジョーこうやってパドルして乗る寸前にこうやってバタフライみたいな、こうなんていうのあれっすね、ロールスロイスみたいなやつ、ロールス、はいはい、ロールスのロースタイル、はい、ロールスロイスの先っちょみたいなスタイルでこういう風にねこういう風なスタイルでパドリングでテイクオフするんですよ。あれはね癖って言っててあんまり意味はないらしいんやけど、だけど意味はないって言ってるんやけど、よく考えたらこうやってパドリングして両手をこうやってやることによってその前に重心かかっとるやん。だし両手でこうから一気に前に出るんだよ。最後両手でこうやってワーンとこぐから、あれが最後のなんていうのワイルドスピードで言うとあれだよね、ニトレンジみたいなもんニトレンジみたいなもんで、あれもすごい参考になるし、そう無意識で上手い人はねやるんですけど、それもちょっと一回ねやってみました見たけど、やっぱりあれはね一発ではできるもんじゃないし、まあ練習パドル練習でもいいと思うし、まあ、難しかったですけど、でもなんか分かりやすいというか、あこういう感覚なんやみたいな感じで、自分の中でこう一つパドルがまた進化できたかなと思いました。どうでした？はい、いや良かったと思う。位置もねずれてうまい位置にセットしたりね、
ですよ、まあ、だから自転車で考えると簡単なんですよ。もう大きいギアからどん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 ちっちゃいとこ行くのに徐々に漕いでいく、ちょこちょこ行きながら、うん、 ね、それを考えれば分かりやすくて、それを考えながら見とったら分かると思いますよ。そう、ギア6で、ね、いきなりやると揺れるし、自転車やったらもうバランス崩すじゃないですか。車もそうじゃないですか、MT の、 6速ミッションだったら。そっか、1速走りでね、1から2、3、4、5、6っていくんだから、はい、確かに、それよ。だから6からって言うけど反対だね、1から5分だ、ちょこちょこから1、2、3、4、5、6だ。だから言ったじゃないですか、はい。まあそんな感じで本日はですね終了したいと思います。かなりちょっといろんなことを意識してサーフィンやってみました。お疲れ様でした。